さあ、これから、地方の行くところ、これで今年の地方プロモーション、はい、でも自分はどっちでも関係ないです。あ、僕も同じです。どっちでも本当関係ない、まあ、どっちでもファンの皆さんがたくさん待っているし、本当関係ないのよ、はい、本当に関係ない。中々関係あるじゃん。まずこれは福岡と名古屋じゃないですか。その2つの中でどこかなっていう、その選びなんですけれども、じゃあ選びます、はい、僕は正直言えば、ちょっと待ってどこでもいいです。一緒にあ、やっぱりこれやって僕は待っていて最後のやつを大丈夫だって言ったじゃん、ちゃうえ最後のやつを、じゃあ、まあ、本当こんなお時期ですよ。あー、なんかこれ福岡さんに、あー、そうですか、福岡さんに、まあ、じゃあ、じゃあ関係ないですけど、1、2、3、福岡、はい、おめでとうって、おめでとう、福岡だ俺、僕できない。どうぞ、どうぞ。後ろに書いてある。福岡。名古屋。福岡名。また名古屋か。これまたお二人同じ。これなんか僕だけ入った感じじゃないですか。チャンミンとユーチューンが。そうですね。去年も。ほら、去年。わあ、またゆるぞ。また同じ。いらないけど。いやー、これ珍しい。偶然だ。いやー、本当偶然。いいね。じゃあもう決まりました。いや、じゃあ味噌ラーメン食べようか。じゃあ行ってきます。今で豚骨ラーメンだ。はい。じゃあ、オッケー。次の札幌と広島、はい、の行き先も決めたいと思います。じゃあ僕はこれ。いや。ちょっと待って。なんだよ、僕はないじゃん。赤ちゃん、なんだよお前。じゃあこれを持って。おや。じゃあ行きますね。じゃないっすよ、見てない、まだ見てない。オッケー、じゃあ1、2、3、たたたた、札幌。あー、札幌。じゃあ、わー、いいね。あ、広島大丈夫。やったー。チャミとはやりたくねえよ。コングラチュレーション、コングラチュレーション、あ、広島行きますけど、パートナーをと変えてもいいですか？パートナーを変えたい。ベストパートナーじゃん。すぐ行きましょう。今日行きましょう。本当に広島、好きですね。好きです。本当に今ワクワクですよ、広島。広島に行って、その風景、本当に綺麗な風景と。じゃあ、名古屋の、札幌に行って、じゃあ、カニ。カニ。僕は広島お好み焼き。今回も地方に行ってメンバー兄さんで分けてプロモーションに行きますけど、皆さんがいるところに早く、より早く行きますので、また行ってください。